とうございます。いい感じに抜くそうですね。よっしゃ、このメーカー乗り込む。肩こりある感じですか？あ、あるね。余裕であるね。お姉さんより硬いかもしれない。はい、なんて反応すりゃいいか分からない。こういうのってね、普段こんなの受けることないからね、本当。大丈夫？大丈夫やね。痛、はい、かったら言ってね。ちょうどイングルにはこう合わせてるんで、合わせてるんやけど、まあたまに的を外れる時もあるから。方の方がちょっと硬いな、ね、さあ、まあ大体同じことやっていきます、ね、はい、次ね、肩甲骨いきます。同じです。はい、こうこうだ、もうブラーンとしとっていいですね。ブラーン、肩が入って、はい、いなかったら言ってね、これね。肩甲骨剥がしっていうやり方。肩甲骨を内側から剥がしていく。これやることで、ね、猫背がこう解消していくんで、うわ、でも硬い方だな。絶対将来硬くなるよこれ。間違いないわよそれ。まあこうどんな仕事にもよるんですけどね、将来的にね。よっしゃ、OK。じゃあちょっと反対行きます。看護師はどうですか？看護師最低。最低。うん、最低。あれ相当きついよ。宇宙あの看護師さんでね、すごいあのお客さんで多いんですよ。肩こり、なんかって持ち上げること多いからやっぱり。持ち上げる気はやっぱ大変。看護師介護は特に。やばいやばいや。あ、なるんですよ。今から。長い道のりだな。学校行って准看護師になって何年もして正看護師になってね。いや辛いと思う。頑張ってください。でもね、まあ向き不向きありますからね。優しい人やったらできるあの仕事は楽しいと思う。やっぱり人と接するからね、お給料もいいし。絶対いいよ、あれは報われる仕事と思ってる。最後はちょっとねやっぱ厳しいんだけどね、やっぱ。さあ同じく腕を行きましょうかね。あ、首大丈夫です？はい、大丈夫です。うん、OK。 では腕行きます。はい、腕を手伝います。はい、結構でも今日はこうやって受けるとマッサージ気持ちよくないですかね、人の手やからね。マッサージチェアはあると思うんですけど、ね、はい、こうですね。で、こうして、手のひらに。ウサのあのどこら辺やろ、自分も中津に住んどったことあるんですけど、
まあ、大体わかるんだけど、あの一本線の大通り以外何もないよね。これいいか。よう唐揚げ食いに行っちゃったけど、唐揚げ最高とか、それに用意してた行ってた。あの人もウサですか。ああ、いい。あ、どういうことか。ウサ行くだったら中津行った方がいいよね。いや、中津行くぐらいだったら、福岡行こう。言えてるって。でもこっち来た方が楽しいわな、それであればな。はい、じゃあこうしまして、じゃあもう一回肩いきますね。よいしょ。ウサってあと何かあったっけな、最近行ってないからな、向こうの方は。なんもないか、なんも私のできない。あ、なんかトライアル潰れたって聞いた。トライアル潰れたって、あ、こ潰れたってやった。まあだいぶ古かったからね、じゃあこれ。あの後何もできてないんですか。何も。しょうがないね、うさったもんね。中津の方は発展しやすいんだけどね、比較的ね、楽しいんだけど。言っても中津もそこまでたまらんと遊ぶとこは少ないんだけどね。っていうことあれだね。将来的にうさ中津を出たい派やん。福岡あたりに対して。でも福岡ならね、ちょうどいいからね。まあでも無線とかここら辺なんもないけど、ほんと。じゃあ、まあだいぶいい感じとは思うんですが、オッケー。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい。あの、いい？めっちゃいいです。めっちゃいい感じですね。あの、1日分のあれは取れたと思うんで。